ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない。夏がダメだったりセロリが好きだったりするのね。ましてや男と女だから、すれ違いはしょうがない。妥協してみたり多くを求めたりなっちゃうね。何がきっかけでどんなタイミングで二人は出会ったんだろう。やるせない時とか心もとない夜、できるだけ一緒にいたいのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだか泣いても、つまりは単純に君のことを好きなのさ。もともとどこ吹く他人だから、価値観は否めない。流行りが好きだったりそのありこふなとこあったりするのね。曲げてまで気持ちを抑えてまで付き合うことないけど、一人じゃ持ちきれない素敵な時間に、できるだけ一緒にいたいのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだか泣いても、つまりは単純に君のことを好きなのさ。そんなにいつも会えないから、人にかかりたって日もさっちもいかない現状で、じゃあまあいいかなんてそんなに語り勝つからいいから、そっちもこっちもどっちも毎晩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 会いたい。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだか泣いても、つまりは単純に君のことを好きなのさ。